石川夏実は、日本の女性アイドル、歌手であり、ラストアイドルファミリー、ラブコキー元メンバー、アキシブプロジェクトの元メンバーである。千葉県出身。血液型 A 型。2013年1月22日、ツインボックス秋葉原で行われた、アキシブプロジェクト第1弾オーディションで合格し、アキシブプロジェクトのメンバーとなる。2015年、 ミス・ i d ディ2016ファイナリストに選出。2016年9月にはジャムの、ジャム・ナタリー・エキスポ2016メンバーに選抜される。白戦者、ヤングアニマル編集部主催のヤグラ姫2017において、グランプリを受賞。2017年のヤングアニマル4号を表紙、関東グラビア掲載。受賞を祝して2016年11月23日には、ツインボクソキハブラで、 石川夏美アグラビメ応援感謝無料ライブが開催された2017年6月7日にグループ卒業を発表14日渋谷リオミュージックエクスチェンジで秋渋プロジェクト単独公演石川夏美生誕ライブを開催7月27日赤坂ブリッツ公演を最後にグループ卒業空を見上げたら 一緒の空の下にいるって思って、みんなも空を見て、元気を出してください。とコメントを残した。明確な引退表明はないものの、ヤングアニマルでの連載は、特別賞受賞の河レ麗奈に引き継ぎ、2017年10月までに、ブログ、ツイッターを削除。後に、この時期アパレル店で販売員として勤務していたことを、明かしており、 店舗で偶然元アキシブプロジェクトだった大谷エミリと再会したことからラストアイドルオーディション応募に至った12月10日テレビ朝日ラストアイドルに出演暫定メンバーだった安田アリに挑み敗れるも最後のセカンドユニットラブコキーに加入したメンバー5人の中では元ヘアメイクの西村歩美の果てについで年長であり2019年には グループのグラビア担当として西村とラブコキーお姉さんコンビと命名されている。2019年7月28日をもってラストアイドルファミリーを卒業。2020年9月14日から YouTuber としての活動を開始。動画では洋服や購入品の紹介を通して人癖あって可愛くて周りと差がつけられるシンプル垢抜けファッションを発信している。趣味は 人間観察、アニメ鑑賞。特技はバスケ、モノマネ。バスケットボールは小学校低学年から親しみ、中学では、強豪校に入部、関東大会優勝の経験を持つ。50メートル走は7秒台で、ラストアイドル瞬足女王に輝いたことがある。アキシブ時代のニックネーム、アブちゃんの由来は、危ない子、危なすぎる、キャラクターだから。アブは、 自己表現ワードとして活用しており、千葉県防所のアブワールドを出身地アップアブにすることを必殺技と自称しており、ブログ名もアップアップにしてやんよであった。水着グラビアをエッチな写真と呼んでいる。足が長く、下着が臀部に食い込むことをお股を書いてしまうと表現史は大となる。ありがとうございます。